インタースタイル2021株式会社デラックスさんにお邪魔しています。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さてこちらすごく可愛らしいボードが並んでますけれども、はい、株式会社デラックスさんでは何を提供されてるんでしょうか。はい、私たちはですね、はい、今回は3種類のボードを用意していまして、はいはい、で一番今インストラクターが乗っているものがランドサップと言います。はい、はい、室内でサップヨガがサップヨガ、はいはい、こんな感じでできたり、体幹のトレーニングができたり、あとは立てかけていただくとこんな感じのインテリアにもなったりする、うんうんうん、そうですね、なんか、はい、逆におしゃれというか、そうなんですよ、邪魔にならない感じですよね。そうなんですよ、すごいですね。トレーニングとしては、はい、床から浮いているので、はい、ある程度の揺れで、すごく揺れるわけではないので、はい、いろんな動きができる。確かに、はい、うん、なんかこうフラットなところでやってるヨガと同じようなことができるということなんですね。それは彼女だからなんですけど、ちょっとまあインストラクターというか。そうですわあ、でもこういったポーズが、はい、でちっちゃい揺れがぐるぐるぐるってくると、はい、普段よりも体幹がかなり鍛えられる。で水上でヨガやってるみたいな感じになるので、はいはい、なるほど。もうすごい、ほとんど男のスタッフが多いんですけど、はい、すごい釘付けな感じのテンション上がっちゃってなんかそういうブースです。そういうブースです。こう一点なブースだということなんです。はい、そうです。そうなんですね。このサイズもいろいろありますけれども、はい、一般的には皆さんこちらなんですか。そうですね、はい、この商品に関してはこの一サイズになっていて、ランドサップというサイズになります。でサーフィンのオフトレだったり、はい、あとテイクオフの練習だったりも使えるので、はい、いいですね、ヨガスタジオさんだったりサーフショップさんだったりそういったところで、はいはい、受注があったりしますね。素晴らしいですね。はい、ちなみにその、まあ、始めたいなやりたいなっていう人のまず第一歩目っていうのはどこなんですかね。これを買うことなんですか、それとも何かスクールとかそういったものは展開されてるんですか。はい、ですね、代官山の方にランドサップ渋谷っていうスタジオがありまして、はい、そちらの方でレッスン体験することもできますし、あともちろんご購入いただいて、あ、なるほど、はい、お家でやっていただくこともできます。はい、ちなみにそのヨガ以外でも体幹をトレーニングはできたりもするんですか。そうですね、うん、ちょっとじゃあヨガじゃないことやってもらって。ヨガじゃないこと体幹トレーニング、インストラクターの方でヨガじゃない、あ、パドルをしたり、はい、なるほど、パドルの練習だったり、いい、ね、テイクオフの練習だったり、テイクオフしちゃいましたね。はい、テイクオフしちゃいました。いやこれでもいいですね、なんかあロングのこう、そうですね、ウォーキングの練習だったり、チーターファイブとか動けるんですね。いやいいですね。はい、これなんかイメージも湧くし、やっぱサーフィンやってる人はやりたくなりますよね。そうですね、素晴らしい。本当に本当に。ただどうしてもうちの例えば4畳半には置けないという方はどうすればいいですか。はい、4畳半に置けないっていう方にはこちらに、はい、こちらがありますか。なるほど、これもでも同じ、はい、そうなんです、動きとしては同じようなものになるんですけど、こっちの方がちょっと短いので、はい、いろんなトレーニングもできますし、はい、あとはこれ誰でもできるんですか。ちょっとやってみますか。いやちょっと片足は無理じゃないですか。いいですかこれ。あ、どうぞどうぞ、靴のままどうぞ。革靴でもできるっていうところが。片足は無理じゃないですか。どうぞやってみてください、はい、ありがとうございました。いやすごい難しいですよこれは。はい、でこれ腕立て伏せとかもできる。腕立ても、うん、ごめんなさいね、足ついちゃって大丈夫ですか。腕立ての、はい、手のポジションとかにすると、はい、お腹めっちゃ効いてきたりするし、あとは逆に足乗せたりもできたりするので、すごいです、まあ、いろんな活用法なんですね。はい、そうですね、でランジの時に前足のところに置いてもらったりとか、はい、やってみてもらっていいですか。うわすごいですね。いやこれでもやっぱいいですね、手頃に手軽にできるというか、はい、自分の安定を、はい、この商品の、はい、テーマがファインドユアバランスといって、はい、あなたのバランスを見つけてくださいっていうところになるので、なるほど、はい、ってことはもう見つかりまくりですかバランス。そうですね、すごく見つかってます。ちなみになんですけどヨガのインストラクターをされていて、このやっぱりこうランドサップ使うことでやっぱり全然違いますか。
ね、あのヨガ、普通のマットの上のヨガとは違 う, こう不安定なバランス感覚がすごく楽しいので、自分がこう予測できない、コントロールできないことを楽しむっていうところです。はいはい、こんにちは。こんにちは。会社名とお名前を教えてください。はい、株式会社デラックスの代表の田大出と申します。今日よろしくお願いします。お願いいたします。と早速なんですけど、今回のおすすめ商品を教えてください。はい、このランドサッププレイジーミニという商品です。はい、この商品はどのように使うんですか？バランスボールに板を乗せて、はいはい、あの体幹トレーニング。あ、そうなんですね。これは実践していただいてもよろしいですか？はい、いいですよ。お願いします。あ、大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい。あー、なるほど。はいはいはい。あ、じゃあもしかして横乗りスポーツとかにも向いてるんですかね？あー、なるほど。じゃあこれで体幹を鍛えることができる。そうですね。あー、いいですね。私もサーフィンやってるんですけど、結構これ見たことがあって。本当ですか？え、いいですか？ありがとうございます。できなかったらどうしよう。これで、ボールに近いところに乗って。あ、はい。で、あ、ちょっと。で、こうです。意外と難しいですね。なんか、私結構サーフィンしてるんですけど、なんか、結構バランスが、おぉ。これに捕まったの。それ、あ、こうですか？すごい、思ってた以上に難しかったです。そうなんですよ。難しいから面白いっていうか、はい、はい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 。え、じゃあこれなら今ちょっとジムに行きづらいじゃないですか。それでもお家でトレーニングが気軽にできるので、そうですね、お子さんから、はいはい、サーファーのお父様で、はい、ママまで。そうですね、これならもう波に乗ってる感覚に似てるので、バッチリ楽しめると思います。そうですね、はい、上達すると思います。そうですね、はい、ありがとうございます。お家でトレーニングができるグッズがあるなんて知らなかったので、私もやりたいなって思いました。はい、ぜひお願いいたします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、今日はご紹介ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。